こんにちは、海のひとときです。今回は餌の付け方に焦点を当てて動画を撮影してみました。本命に餌を届けたいけど餌取りに餌を取られてしまうとか、そもそも餌ってどう付けたらいいんだろうとか、それらのことを水中映像と一緒に説明していけたらいいかなと思っております。ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。初心者の方でもできるように簡単なタックルを揃えています。ダイソーの竿とリールがセットになったもの、巻き餌を巻くための柄杓、浮きから針までがセットになったもの、付け餌のオキアミとなっております。こちらの玉浮きセットは外して結ぶだけの非常にシンプルなものです。付け餌は好みがありますが、自分はよくこれを使います。保存が効いて手が汚れないので、これは非常に便利です。まずはじめは尻尾を取り、まっすぐエビをつけた形になります。ドローンが近づいても逃げないぐらい活性が高い状態です。どうやら椅子積みの稚魚やマダイは餌を見切ってるように見えますね。他の小魚が寄ってきました。餌が魚の個体の割には大きいので、このようについばむように餌を食べています。ここでは小魚の餌食になってしまいました。このコマは前回でもお見せした通りベラです。ベラからの小魚が集まってきて、瞬間で餌がなくなってしまいました。やはり針に対して餌のサイズが大きいのと、針からはみ出している部分が大きいので、このように魚についばまれると餌がすぐなくなってしまうように見れます。このコマではマダイが餌を加え移動していきます。ただ加えた状態なので、しっかりと針がかりはしませんでした。一飲みできる魚のサイズであればいいんですが、このような小さな魚だとどうしてもついばむだけになり、針がかりは難しそうに見えます。次にお見せするのは、このように頭と尻尾を取り、針の形状に合わせて餌をつけてみた形です。はいはい、早速先ほどの餌のつけ方と違って、メリットとしてはこのように魚についばまれるんですが、餌持ちがいいというところです。これだけ小魚に囲まれた後でも、しっかりと魚がバイトするほど餌が残っていたようです。どうやらベラもちょっと苦戦してるみたいですね。こちらは
小魚が食べている合間を見計らってメジナがバイトする瞬間です。おい、しっかりと本命が釣ることができました。左から落ちてくる餌にちょっと価格外になっちゃうんですが、マダイが一発でバイトしました。すげえ切り、小さいのでリリースします。はい、少し活性が低くなってきたのか食いしぶってきたので、少し手間ですがむき身にして水中で撮影をしてみます。反応は良さそうです。2尾のマダイが餌を取り合ってるように見えますね。これもまた早い段階でフォール中にマダイが餌を加えました。いいアングルでバッチリの映像です。加え込みはいいんですが、皮を剥く分若干身がもろくなってしまうので、針から外れることもたまにあったりはします。魚の活性が低い時や食い込みが浅い時はこの剥き身にして多少手間になってしまいますが、1個この手段を覚えておくといいかもしれません。割と全体的に餌に食いつく瞬間は取れたんですが、このむき身が一番おそらく好反応だったんじゃないかなと思います。最後にマダイがむき身で一匹釣れておしまいになります。いかがだったでしょうか。初心に帰って餌の付け方から見てみると、割と新たな発見がいろいろとありました。思うようになかなか釣れない時にこの動画を思い出してもらって、餌の付け方を工夫してみてもいいかもしれませんね。この動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価をお願いいたします。また気軽にコメントもお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。